この人が岩を押し続け、押し下げたら誰が最初に知るのか。なるほどな。三日月型やな、えい岩が。難しいはじめ 今日やるゲームはですねはいこちら、えー、誰が先に死ぬかという携帯ゲームで、うん、それをパソコンでやらせていただいておりますやり方は簡単で映像を見て誰が先に死ぬかを当てるだけでございますオッケーはい。どっちが先に死ぬかを当てればいいってことね、はい、そうですみんなで一緒にですね,ね考えてそう推理ゲームみたいなもんやっていきたいと思いますのです皆さんも考えてくださいどういうことでしょうかえどういうことやろ折折れれる木木やろが折れて これマジでかいや、左ちゃうこっちのんでこっちや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 根元切ってるこっちはなるほどこっちはあの先っちょ切ってるからのらない。ああそういうことね。なるほどなるほど。先っぽ切ってるの根元切ってるのとそうやな。根元切ってる方が死ぬわ。根元切ってる方が死ぬあ危ねえだまされるところやった。ほらな。 うわかわいそうぐしゃっつったけどこの人はお金を持っててこの人は下の人は愛を持っててえどっちの女が死ぬかってこと愛を求めてるか金を求めてるかやろこの感じの女見て腰に手当てていやいや私は愛なんていらないですよって感じ出してるじゃんこれは金を求めてると思う金女でしょこれは完全に金女にかる金ですどっちが先にしてこやろドルマークがめん。世の中金足うんえええほら 正解やろえどっちも死ぬとかないあ金で釣ったってことか、上のやつは。ああ、なるほどね、なるほどね。そういうことね。僕、今からここから飛ぶからね。ああ、死にます。さあ、死にます。うわ、上になって死ぬ。どっても死ぬ。うわ、重すぎて折れちゃう、これ。重すぎて。ほらな、折れる。折れてどっちも死ぬ。どうなれ車が来て、車では無理やろ、さすがに。お車置いて。ロープ、危ないな、どうしよう。えぇ、どういうこと やっぱり男っていうのは金を持ってたら、やっぱな、女が近寄ってくるっていう風に思ってしまうものやから、自分からは行かないんじゃないですか<ー>なので女の方が金目当てで来るんじゃないのって話させてもらってます。なるほど。どうなるさあどうだ男は、あ、あ飛ぶのお前。おええおい。おおい私はお金があります。ますうーん。あ、ハートなった。やっぱりな。 お金があるからこっち来いよって女の方から誘うんやそんなんやから申し訳ありませんこの人が岩を押し続け押し下げたら誰が最初に知るのかなるほどな三日月型やな岩が難しいが転がっていった時まずこいつはしゃがむやろ岩が重りになってるからああなるほどだからそれはそのまま転がっていって岩まで行くとそう岩まで行ってで <laughs> ってで跳ねましたこいつかこいつちゃうか の穴の中におるやつがこう安心して、あ、俺のとこはもう大丈夫やここっ,てってスパって顔を出した瞬間に跳ね返ってきた、その三日月型の岩の先っぽが、って死ぬ。こいつの、こいつの頭に刺さるの。お、そいつだから。<laughs> では、ティンにかけます。うん、そいつだ。さあ、どうだほいしゃがめ、しゃがめよしゃがめよ一番手前しゃがめよしゃがめよおいえお、えー、手放しに行きか、か高級車見せびらかしに行き。あ,あ、やっぱり高級車だな。あ、こ金の方を選ぶと。 どっちがどっちが死ぬか俺はやっぱりこの車が前にブーンといってこいつ引いて死ぬってことでいいんじゃないかなって思ってたいいえ私はチャリチャリニキなででそんな言うの両手話チャリニキがチャリニキをうちは応援したいわけ応援したいだけこんな女のためになチャリできたわけやそれやのに会社の男に取られたんってまず可哀想すぎるしかもチャリニキが実はめちゃくちゃ金持ち説だってあるわけそんな男を逃した女は死に値する ええー。あ,あなた選んでよ、今日は、今回は。じゃあ、こっちなう。うん、いいよ、どうぞ。え自殺するんじゃないんバン、掘った。<え>箸を掘った。うやーえぐー いやどっちが死ぬかこれで上のやつ何上のやつなんか持ってんで危ないで <laughs> そうやな何かを刺そうとしてる構えしてるもんな、うんうん、でもドクロは何やろこいつは骸骨は蹴ったらカラコロコラカラカロンって全部の骨食だけそうやけどな、うん、確かに確かに骨やしなまあどっちかと言ったらじゃあ俺はやっぱ上の方かなと思うけどな殴り殺された方が多いんけどそうやなっう,やうちのお化けか人怖系か、うん、ってなるとやっぱり結局お化けより人間怖いなんてもう定説すぎるから、うんうん、もうこれでしょう そいつが死ぬうん人の方が怖いんだからお化けはじやじやと殺してくるんだからそうそうそうどうなるオラエーそれはそうなるやろなやっぱりほらな1対棒人間えこれ普通に考えてやけどと思うやろうんいやでもこいつが一瞬でも左ピッて行ったらこの人すぐ落ちて、うん、エイム乱れて死ぬでやんなでもそいつが左に行こうとした瞬間撃ったらええー それはもう終わるでしょう。死ぬでしょ、そいつは。案外ゃつこつちやと思うけどなぁ。そいつが案外死ぬって。いや、普通に考えた十パンって打って終わりやけどなこんなもん。まあな。<laughs> そう、フラフラやから言い回せれずちゃうっていうのは立ってないから。フラフラやから。じゃあ、いいよ。選んでいいよ。いいのいいけど、あなた間違えたら本当に髪の毛3000本抜けますよ。なくなりません。うん、なくなりません。<は>3000本抜くだけ。そいつが死ぬんやな。ほら。うや。てあげ謝って。 でっかいボールとなんか巨大な椅子を持ってバトルをしようぜとあ投げた跳ね返った椅子に当たって死ぬああなるほどね次の相手は剣<え>俺は剣だと思うんだがなあケンシャキンって死にました、ね、次は剣ン対はいはい銃。あ出た出た出たさあどうなるああどっちが先に死ぬかいや、これ 銃やろ。え、うつんやろ、こいつ。剣持ってるやつがすごい剣さばきの達人やったらどうする銃を全部パパパパ,パーンで切るようなやつはどうするああ、なるほど、先、椅子切ったしな。椅子切ったし。っていうふうなことを考えると、俺はやっぱり銃が勝つんじゃないかなって思います。ど,どういうこと推理の仕方と結果が合ってないんやけど。うん、うちも銃やと思う。だって銃撃打ったら終わりやろ。うん、パーンって。剣が先、死ぬにかけます。よし,し、おめえは終わりだ。どうなる投げんのかーいしょうがない 走ってきた青人間青殴る。なるほどね。うわぁ、この棒持てっばい、これはさすがに負ける。なだよなだ銃持ってるから青が負ける。はいはい。さらに車、戦車が来ました。 戦車かでも見て。やね戦車の窓から頭出してる。頭出てんねだから。うん。グラセフで考えよう。グラセフで考えたら、人間の勝ちなわけ。しかもな、運転してる人は機関銃を撃たれへんわけ。あ、そうやそうそうそう。グラセフで考えると、これを撃つ人は、後ろに乗って乗ってないといけないのよ。ってことは、この車はただただ見せかけな車なんや。そう。生きてるだけや生きてるだけやから、左の人が勝ちます。そうやな。 死んでいただきます、うん。はい。お疲れさんです。お前が死にます。終わりだ。撃たれて終わりだろう。はい。はえ、機械の頭見てますやん、お前。どういうことうえぇーえ。え、何え、おい、どういうことえ、何おい、おい、おい<俺>、おい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 、い、お誰か、誰かいけ、誰かいけ。えいけいけいけ。映画館かなあら、女の子来た。あー、そうそうあろうね。イチャイチャしてます。うるさいな映画中にな。ね、ニヤニヤして、ニヤニヤしてても。あ、いいな。あれ どういううことるさいから向こう行こう。顔なってるあ、女の子来たもしかして猫背やなちょっと。横座のえ、そこああ、一人なんや。ああ、好きになっちゃった。あれ、もう一人男男来てよ。もしかしてこいつ、この人の彼ピッピかなあ座った。かわいい子いるじゃん。あ、ええ、私と一緒に。なんで俺が誘われてんだいえ殺される。だいぶサイコいけど。殺害するってことどっちかのカップルを。左やろ。なぜなら、右の時はなんかニヤってしてた。 確かに、次のやつ、あ、俺にもチャンスが来たっていうふうに思った瞬間に横取りされたから、腹立って、その人を殺す。殺す。もうそれでしかないな。それ,それで行こう。はい、お疲れさんです。え?。え?。いつで取れんの?。投げんの?。もしかして。うわ。えぐこいつ。ひいひ、踊ってんね。<laughs> えぐ。ええ大砲戦車やろ、じゃあ。 こいつ対応撃つやろ撃つやろ。やろいやでまた弾切れとか。弾切れとか。う弾切れとしても、うんこ、この車で引いたら一コロやろ潰れるわな。普通に考えてそうやな。これはじゃあ。え、こっちやろこの戦車が負ける理由を考えるとするならば、うん、この弾が暴発して爆発するという可能性でしかないよな。そこまで深読みしなあかんゲームかな、これ。いやー、こっちでいいんじゃないうん。下で人死んじゃってるけど。うん、どう,だいどうでしょうか 聞かないよね。よそれは撃つよね。はい。おつ、お<あ>つやです。当たらんのあ、明日行ってる。どうあ、よかったよかったよかった。さすがにそうやんな。さすがにそうや。爆発が激しい。まだ爆発してんの。爆発の時間長すぎやろ。おの対銃始める上に銃今ももある。あるいやもう完全にこれ銃でしょ。あの岩を撃って終わりやろ。このまま撃っても当たらへんから、あいつは上の、上の球を見て、あっこう狙ったらいいやと思って撃って、あの岩が落ちてきておつ、おしまいでしょ。 岩が落ちてノが,が,がこいつに到達するのが先かやと思ううち案外斧が到達が先になっちゃうからと思うけどないや斧投げるのよ振りかぶらなかんね振りかぶってる瞬間に打たれて終わりちゃうあ<の>これうなあせやな絶対せやなだからこれはもうだから銃の勝ち100%ただのそれだけのゲームそれを予想するってことはうるさいんだよお前は死ねよほ、うん、らな <laughs> 右 あの、坂になってるから右。さすがに右や。うん右、右、右。坂になってるよ。だって転がって。なんでそいつかよ。ちょ、ほんまだるし。そいつ <laughs> 嘘やん。はぁ <laughs> そのパターンあるお前すっごいドジやで、言うけど。<laughs> あ、これさっきやったやつやろ。えー、っと、これ、こいつ。あ、いや、でも、ふらふらしてないと。してないな、こいつは。ってことはこっちちゃう。うん。そいつや。いや、違う。うわ。あなた、読みが間違えたね。うわー おい、そこの距離大事やでーす。あ、またや、これ。おー、はいはいはい。いいね。パンチキックパンチパンチパンチ背負い投げいいね。強いな、こいつ。剣をする。剣は拾って。いや、これ、勝つやろ。おら剣技もできると。うわー、銃が。出た出た出た。先にあの紐を切るか、打たれるか、どっちかやな。 完全にこんなんでも、紐切るほうが。いや、こっちちゃうなんで紐切るんちゃうあ、いやで、え紐切る、紐切るということで、行きましょう。紐ほらな。ほんまや。撃てよ、お前。そして、すぐ受け、打てばいけたのに。えどういうこと上にあるから、後ろに下がったら、あれやから。どういうことや、これ。上にギザギザがあるやろ。だから、重りがあるから、どちらかが動いたら、そうやな。ピュアン、ひっしそうみたいなわけ。あっ、か、重りの位置やだから、右の方が。 が近いから、うん、重い重いはずやから、こいつが死ぬんじゃないそうやな。やっぱり。頑張って無理やで、もう無理やで。あなた無理やで。下行けよ左走ったらええやんああ、ごめんなさい、死んだ。バカやなー<ー>左走っといたらええのに。せやのに。ああれあ、いや、かなえどういうこと女あれあれまたあれカップ、ラ。おた。強い、ま。強い。彼氏強いあ。諦めてないぜ、俺は。俺はあ、女も強い。結構長いぞ、今回。 う女も結構太ったえ強いやんまだいけるさあ、どっちが勝つこれは男奪いやっちゃう女奪いやる男奪いやってない野郎これ女殴ってんねんから青の方あ、そっかやばい、ボコボコやあ、やばい、でもあ、あもう足引きっとこれな、最後の一撃クラスンちゃんスローなスロー死ぬんかい死んでもた死んじゃったかもいや、生てる生きてる死んでなよかった多分な、これ女の方が死んだあ、これはもう右でしょ。あ、 こっちが死ぬ絶対覚醒するクリリのことかよ怒ったらそうゃそうやそりゃそうなるわいやでも結構合格の戦いしてるどうだどうだおー OK おいそっからあがっあがっあがっあまだ死んでないぞナイスーらあ悲しいなさあなんやなんやおいこいつが強いのね今度は壁登りしていやなんか強そうやつほんで避けてから足かかったやばい あ,あ、でも倒す<ー>ジャンプしてやばいこれはまずいぞ、ね、いやこれは銃でしょもう完全にでこっちが死ぬやなうんそりゃそうやろっていやめっちゃよけるんちゃうんでもほらあいけたよかったよかったー <laughs> よかったーいけたー <laughs> うわー